あ、沖縄大好きさんから来てたのね。まあ、いいか。途中で体力？途中で体力さん？もうハプニングで面白いんじゃないか。ああ、いいかもね。どうでか、どうでか。では、ご準備はよろしいですか？ちょっと待ってくださいおい。ね。これ何も作んないけど、これ。今何も流れてないもん。あ？今何も流れてないもん。いいよ、汗かく。汗かく。そのままの方がいい。あ、そう。よし。ちょっとお待ちよ。はい、いいですよ。はい、じゃあ開始していきます。はい。はい、お願いしまよろしくお願いします。お久しぶサッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーと。はい、ミキサーのキャント。おい、喋れ。あ、喋 れ。ああ、陸海空でーす。お願いしまお願いします。す。やっぱり陸海空さん絶好調ですね。ね、これもテクニックだってよ。ですよね。ちょっと間を空けるみたいな。勉強させていただきます。はい。まあ、開けられるとこっちは心配なんだよ。逆に、まあ、開けられると心配なんだよ。喋らんのかなと思って。喋らんよ。喋って。喋るよ。喋ってよ。あとも喋ってよ。喋るよ。この番組は FM 宜野湾から午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、もうちょっと今日は、何笑ってる？ じゃない。あなたが調子良すぎて、私はもちゃんと喋れ。喋 ってるさ。飲みまくってね、さっきからね。もう夜もちゃんとしゃぶれようなの。喋れようだろ？う喋りますよ。ん。うん。2週撮りの、2週、あ、2週撮りじゃない、3週撮りの2週目となりました。はい。はい。なんかある？うん？なんかある？何？寝た？ネタ。寝た？ネタってぐーって寝るネタじゃないよ。分かってるよ。分かってたんかい？ 分かってたんかい？ 分かってたんかい？だから寝るなって言ってんの。お前が寝たって言うからさ、眠そたのんネさ、タじゃ今。ないわ。喋らんから、本当に寝たのかなと思ったよ。番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、きまぐれ .sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをポス、あー、つけてポスってくださいね、ということで。なんか今日カミカミだね。何？やったなーみたいな顔してるな。では、早速今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。ビギンで、依頼追いつきのハマーです。どうぞ。逆が良かったかな。まあ、いいか。逆ってなんか。方言使うから、逆が良かったかなと思ったけど、まあ、いいか。まあ、俺トイレ行ってくるよ。はい、いってらっしゃい。行っといてだろうや。いやいや。一応今オフトークだからね。は？オフトークだからね。大丈夫だろ？はい。曲の時は流れてないんだろ？声は流れてないよ。トイレ行ってくるよ。行ってきていいよ。行っといてんだ。だから行っといて。トイレ行ってきまーす。はい、いってらっしゃい。もう、開くよ。違うし、おい、これ。
違うだろう。うん？違うだろ。早く行ってきて、もう。あ、もう聞いてもダメだ。何リキさん怒られてるんだよ。いはあ、今日リクがマジで絶好調すぎて汗かくぞ。楽しみですね。こんな絶好調ってあるかな。そっか、これ出しとかなきゃいけない。沖縄大好きさんからメール来てたのをすっかり忘れてた。気づかなかったっていう。めっちゃブーブーブーなってる。そっか、東京だと花粉のシーズンか。真っ暗だね。あ、真っ暗だね。びっくりするぐらい。誰も熱つくかなって。え、つくでしょ。分からん、やってないけど。クラップもできるさ。酒とかできました。情けねえ。つ。空っぽだよ。早さよ。情けねえ。早さよ。これも方言なんだ。今日方言じゃないんだよな。ん？春と言うかなんだよな。なんかハゲよ。ハゲじゃないし。ハゲじゃないし。春。何よ。ペタペタじゃないよ。あ、一応見栄を張るとこもあるからな。うん。春。桜か。うん。